混ざるまでまた混ざらねえんだ俺の方え、もう混ざったけど。はいや。超お腹鳴ってるんだけど。なんだろう、あの紙粘土の方が緩すぎで、うん、石粉粘土の方が硬すぎて相性悪い。混ざらないし。軽い紙粘土だからね。相性悪いのかこれ、こいつら。その人たち相性悪いかも。ボロボロするし。練ってく途中でボロボロしてくるもんだってこれ。マジか。水足りねえのか。水もちょっと足してみて。ラジャ。何これボロボロボロ。あったんかな。茶だけ？とりあえず色を考えてこれやってみて、うん、色を見て入れます。なるほど。黒を混ぜるか混ぜないか、ちょっと焦げ茶にするかどうするかを考えます。なんだろうこっちさ、いまだにさこのさ、うん、石粉粘土と紙粘土がマーブルしちゃってんだけど。マジか。色の差が出てるもんだってこう見ると、ね、動画遅くなるのってさ、うん、あなたのせいよ。はい、多分紙粘土のせいです。粘土のせいです。そうだ。これマジテーブル明日これ片付けるの大変なんだよ。テーブル見てみる。ちょっと下映してみよっか、うん、平気だよほら。どうした。ポロ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 練ってくだけでポロ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 。マジか、うん、どうしたって感じ。石粉粘土の方が悪い気がするこれ。うん、融通きかなすぎる、ね、これ。そう思います。私もだってさ、それねじるじゃん。うん、ねじれないもんだって。ねじれないよね。ちぎれるからねじれないもんだって。黒じゃなくて私バーンとアンバー入れます。ほう、ちょっと焦げ茶、茶色に焦げ茶を入れた。はい、入れます。はい、やっぱり、うん、これ色が定まんないので。ふんふんふん、入れすぎた。見た、私焦げ茶持ってないな。ピュッピュッ、いっぱい入れたな。いっぱい入れたな、出ちゃったな。ピュッと焦げ茶持ってないんだけど俺。変な言葉になる。ピュッと出る。ピュッちょっとちょっとちょっと YouTube これ YouTube 上げるの。はい、だってビュッと出たんだもん。2回繰り返さなかったわけもしね。うん。編集大変だわこれ。マジ1時間撮ってるもんだってこれ。だって私一人でやってればこんなにかかったか。かかってないと思う。私だよね多分ね俺ね。だってもう混ざったもん。はいや。こっから長いよ俺。そうでしょ、まだ混ざってないんでしょ、うん、色加えてないんでしょ。加えたよ。加えた、うん。何色にするの。焦げ茶、とりあえず茶色入れた。茶色だとね赤っぽくなるからね、うん、気をつけてね。何混ぜればいい。焦げ茶、焦げ茶ってないよ俺。ない。うん、そしたら気持ち黒、なんか いらない紙に焦げ茶を作って、うん、自分の好きな色になったなと思ったら、いらない紙でも何でもいいから、器でも、うん、そこに色を水入れないで作って、うんうん、混ぜて、うん、こんな色だなと思った色を混ぜてください。なるほど、わかりました。とりあえずまず茶色が混ざってくれません。その色でいいなと思ったらそれでいいけど、うん、だってさずいぶんこねてるけどこれだぜ。まだ色入れて混ざってないじゃん。
見える？うん、早い。ちょっと納得。なんかさ、しかもさ、こねるたんびにポロ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 。そんなに落ちないけど。落としてもだってポロ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 。なにこれ、そんなもっと水入れてるから畜生め。畜生め。いいのそれ、 YouTube に畜生め。え、ダメ？大丈夫だと思う。畜生め、こんにゃろめ。暴力表現じゃないと思うから大丈夫。やろめーって。ティアンディティアンディこんにゃろめっていいかも、ね、多分ね、これね、焦げ茶作ってる余裕ないから。このままでいく。余裕がない、うん、そしたら黒を混ぜて気持ち、ちょっとね、なんで余裕がないっていうのは、動画のあれの時間の都合上。めんどくせえ。ちょっとだよ、加減しながら入れてね。もちもちってすごい古い言い方だよね。あなたいくつやね。もちあの昔ロックマンエグゼってアニメがあって、そのキャラクターがもちって。あ、そうなの。わかんねえし、古い言葉、ね、すごい死語ばっかり言うの、今やると。大丈夫かい？あれ、面白いゲームなんだけどね。すごいね、今見るとね、面白いんだけどね、死語ばっかり。なんでそんな綺麗になるの？まだマーブルだよ、ほら今黒入れたんだよ、これ。マーブルだよ、これ。ちょっとおかしいよね、これね。まだ茶黒の、ま、黒見えねえもんだって。黒が見当たらない。そうそうそう、言えたけどね、これ。ちょっとずつ混ぜてみなさいな。黒出てこないよ、まだ。ちょっとずつ、まだね、茶色がね、支配して。さっきの感覚からするとすっげえ混ぜないと混ざんないよね。うーん、よく青混ざったなって感じちゃう、これ最初。ちょっとずつ混ぜるのが基本かな。あ、黒ちょっと見えた。本当はなんかいらない紙でもなんかの器でも、うん、この色っていうのを作っちゃった方がやりやすいかな、うん、混ぜるのは。ちょっとコツが分かった。いっぱい水混ぜないとダメだ、これ本当に。使ってるものが違うからこんなに差があるんですね。あ、混ざってきたもんだって、今水バンバン入れた。いきなり敬語と、いきなり敬語、いきなり混ざり出したよ、今いっぱい水かけたら。このなんかこねてて乾燥し始めたらすぐ入れれば、うん、しかもちょっとじゃないよ、ブシャーって。すごい入れてるね。うん、やっと今混ざり出したもんだって。ポロポロ言わなくなったもんだって。これが多分本来なんだろうな。ちょっと黒がマーブルし始めた。いや、ま、いや、こんぐらいやんないとダメだわ、キャンドゥだけ揃えるんだったら。皆さん気をつけてくださいって。あのね、多分ね、こっちで見てる、あのビデオカメラの方を上げたやつを見てる人はね、これ分かると思うけどね。あ、すごいよ、俺ポッポッポッポ。私後で動画でチェックしよう、見よう。編集多分ね、すごいアップされるの相当先な気がするけどね。大丈夫よ、あかツイッターであれでしょ、うん、わかるでしょ、出すでしょ、うん、そしたらわかるでしょ。なんだろう、赤レンガみたいになっちゃってる。大丈夫かな。色はね、黒出てこねえし。私次の工程に進まないと乾いちゃうんだけど。あの、言っていい、言っていい。言っていいです。あ、水混ぜたらな、戻ったよ。